さあそれでは今日の試合ハイライトで振り返りたいと思います。今日のホークスの先発は大隣でした。その立ち上がりです。ちょっと不安定な立ち上がりだったんですけれども、ワンアウト二塁から糸井をショートハーフライナー、そして井出穂を歩かせた後 T 岡田センターフライ、なんとか0点に抑えました。そして一方のバファローズの先発遠野の立ち上がり、ワンアウト一塁から内川がライト前ヒットでチャンスを広げます。そして4番ラヘア、5番松田だったんですが、ともに遠野の前に空振り三振に終わります。3回の表バファローズワンアウト一塁からこの川端がね、粘って粘って9球目にこのヒット、そして一塁三塁とランナー、チャンスを広げるんですよね。この大きな1本でしたよね。まあ、本当この回だけですからね、いいチャンスをものにしましたよね。続く糸井がライト前タイムリー、バファローズが先制します。1対0。そしてなおも一塁三塁で井出穂ピッチャーゴロの間に三塁ランナーがホームイン、バファローズに2点目が入って2対0ということになりました。さあなんとか遠野を攻略したいホークス。4回の裏ワンアウトランナーなしから松田センター前ヒットで出塁、長谷川はいい当たりだったんですがレフトフライ、その後松田盗塁を試みるんですがこれがタッチアウトになります。6回の表です。大隣ノーアウト1塁からこれ井出穂の大きな当たり、長谷川がよく掴みました。いいよからキャッチャーフライ、そして後藤も抑えます。まあ、この辺りね、あの2点取られたんですけども粘りましたね、大隣は、ね、粘ったんですけどね。さあそして6回の裏です。2アウト2塁からこれまで0点に抑えられていた遠野から松田がレフ前へタイムリー、ラヘアが、ね、二塁から高走塁、いいスライディングも見せました。ホークス1点を返します。2対1。ツーアウト一塁二塁となってピッチャー中山に交代、しかしバッターの明石がピッチャーゴロ、ホークス1点止まりです。7回の裏です。ワンアウト二塁から本田がショートゴロ、これでツーアウト三塁となります。が出れば同点という場面で今宮セカンドフライ、中山からバトンを受けた佐藤が抑えます。そして8回です。7回から登板の千賀、8回のピッチング川端空振り三振、糸井サードゴロ、この千賀は2イニングしっかり抑えましたね。抑えましたね、安定したピッチングを見せましたよね。はい。そして8回の裏ノーアウト2塁からラヘア空振り三振、松田フォアボールの後長谷川ショートフライ、そして明石のこの辺り変わったばかりの俊太がダイビングキャッチ、これ抜けていれば同点という場面だったんですよね。俊太のファインプレーに阻まれましたホークス。そして9回の裏です。ライダーペーニャサードゴロでゲームセット、結局2対1バファローズが逃げ切って遠野が2年ぶりの勝ち投手を手にしているということですね。はい。